京芸術高校の田畑紗衣です。今日はイラストを描くのが得意な私の同級生を紹介します。北海道中高生ニュース。通信制単位制高校の北海道芸術高校漫画イラストコースには創造性豊かな生徒が多く所属しています。マモネ、はい。クールな印象がトレードマークの中高マモネさん。一枚の絵を完成させるのにどれくらい時間かけてるの？そうですね、簡単なやつは、5時間弱で。百音さんはキャンパスでの授業はもちろんのこと、独特な方法でスキルアップをしていました。私のイラストの生命線は通学時間です。移動の時は必ず iPad で絵のトレーニングをしています。百音さんはなんと往復5時間かけて中富良野から通学しているんです。将来ゲーム会社、絵やデザインに関わる仕事に就けたらな。百音さん応援しています。以上中高生ニュースでした。バイバイ。